この後真田、森村、七原、森尾というオーダーを段違い平行棒を組んでいます。最終選考会もトップ、全日本2連覇を果たしている篠田、日本のエースです。二階堂高校1年生、着地は見事でした。そうですね、少し笑みがこぼれましたかね。こぼれ、あ、多様ですよ。日本選手どうしてもこちらに緊張してまして、笑うっていうことがほとんどなかったような気がするんですね。笑みがね、こぼれた、はい、はいはい。今着地までしっかりうまくいったので、少しですけど、これで少しでも緊張が緩んでくれて、思い切って演技してくれるといいですね。そうですね。もう2種目目です。1種目目の跳馬が 9.35 でした。篠田、今日はこのオーダーが篠田段違い平行棒2番目ということなんですが、この辺のオーダーの組み方はどう言いますか。跳馬トップが七肌、ラスト森尾ですね。段違いがトップ森で、ラストが森尾。この後平均台がトップ森村、真田がラスト。